はい、どうもこんにちは、ダンノヨです。ポケモンカード事務局様のご好意で今回もまたね、ポケモンセンターでポケカの診断をたくさん購入させていただきました。今回めっちゃ買えたんですよ。ちょっとポケモンセンターさっき行ってきたんですけど、購入品紹介するわ。まずこれポケモンカードっすね。これもポケモンカードっすね。こっちがポケモンカードで、これもポケモンカードっすね。こっちもポケモンカードで、で、これもポケモンカード。あ、で、これはなんかブルゾンとナンジャモのコラボしてるんですね。で、これもポケモンカードというわけで以上です。こちらをすべて開封していく！じゃあとりあえず、V スターユニバースから行きますか。あ、ちなみにポケモンセンターでは5パックしか売ってなかったんですけれど、なんか普通に別の店行ったらそっちの5パック売ってたんで、なんかトータル1ボックスみたいな感じになってます。まあなんで、この5パックにそれぞれ別の箱なんで、スペシャルアートレアとかサポートの SR、まあ何枚も入ってるかもしんないし、下触れると1枚も入ってない可能性もあるって感じですね。まあなんかちょっと量多いんで5パックずつぐらい上げていきますわ。まあ V スターユニバースもね、去年の12月だったかなに発売したパックなんで、発売してからまあ結構経ってるんですけど、さすがにまだ汎用的なカード多いっすね。どうだ、なんか入ってるか。あーなんか、SR っぽいギラつきが見えるな。ちょっとザザザと、ざっくり見ていきますね。アーブストルはアートレアか。これアートレアはなんか箱3ぐらい入ってたんだっけな。当たりじゃん。やったぜ。もういいわ。やったね。リザードンぶち抜いていって。しかもさ、裏にもなんか輝くリザードンっぽいやついない。マジで当たりじゃん。うおー、熱っ。最高だわ。いいね、いいね、いいね。ついにさ、サポートの SR とかも当てちゃわない？あ、ビビった。サポートの SR かと思った。まあ、さすがにね、基本エネルギーでした。はい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 。あ、いいね。オッケーオッケー。もうこの5パックでいいや。むしろこの5パックも開けなくていいレベルなんだけど。やったね。リザードン V スターのスペシャルアトレア。マジで嬉しい。せっかくだしさ、まあ、もう1枚ぐらいもうぶち抜きたいんだけど、ここまで来たら。いきます。まあ、輝く枠抜いてて、スペシャルアートレア抜いててなんで、まあ、あとはそうですね。本当に運がいいと、サポートの SR がもう1枚ぐらいあるかなっていう感じなんですけれど、ちょっと画面越しに見てるからさ、なんかわかんないんですよね。フルアートが来たら。おー、すげえ、これもフルアートじゃん。やった、マジで当たりだ。これあれだよね。スペシャルアートレアだ。奪われた、奪われた。よし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 。いいぞ、めちゃくちゃ奪われてる。いいね。10パックでスペシャルアートレア、まあ、2枚は普通に上振れてますね。もうないかな、さすがに。はいって感じで、まあ、サポートの SR ないけど、いや全然いい、マジで全然いい。クソ当たりだわ。やったね、ありがとうございます。ほな、こちらをまとめて開封していこうと思います。6ボックスですからね、なんかかなり量多いわ。ちょっとざっとまとめて、結構なんかざっくりまとめて何パックか確認していきますね。マジで量多いからさ、下手したら動画時間30分とかなりかねないんだよな。まずはスカーレット EX の方から。まあ、こっちはさ、まあ、言ったらスカーレットとバイオレットって結局その、なんだっけ、ミモザの SR とかがある分、多分バイオレットの方が人気なんだけど、まあ、こっちはこっちでネストボールとか、あとはまあ、ボタンの SAR とかいろいろありますからね。まあ、こっちの150円じゃねえわ。もう今そうだ。値段上がって180円なんだ。まあ、こっちのパックの方は10パックずつぐらいまとめて確認していこうと思います。ビーチコートもこっちだっけな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、結構汎用的なカードが入ってるっていうのと、まあ、一応コライドンスペシャルアートレア、ボタンの、あれかな、スペシャルアートレアとかもまあ一応当たりとしてはありますね。はいはいはい。ギャラドスでちょっと。あ、で、不安定もここなんだ、そっか。不安定だからなんか昔からいるイメージあったんですけど、まあなんか普通に出たのは実は、あ、博士の研究はいいね。はい、これ SR です。なんかすげえ普通なリアクションになっちまったけど。まあいいや、サポー博士の研究、オーリムならまあ全然当たりっすね。博士の研究なんて何パーってもいいっすから。はい。で、あとは、まあちょっと、そう、欲しいカードだけざっと抜いていくわ。あ、グレアルマいいね。はい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 。これはどっち？あ、団結はあっちか。トリプレットビートの方なんで、はい。このボタンの、まああれっすね、光ってるやつが出ると、大当たりみたいなノリ。はい、いきまーす。よいしょ。こんだけ多いとさ、マジで、なんか、作業感半端ないんだよ。なんか、風呂上がりに本当は1ボックスずつぐらい、なんか、1日1ボックスずつぐらいなんか開けていくのが多分健全なんだけどさ。まあ、こんだけ量多いとね、さすがに。はい、まあ、ちょっと雑な開け方にもなってしまいますが、まあ、皆さんは一応この動画を通してパック開封の、まあ、してる感覚味わっていただければと思います。あ、ネストいいね。ネストの UR も一応あるんだっけ？ヘイラッシュはなんか、出た当初ちょっと話題にはなった気がするけど、はいはいはい。ネストボールが、まあ、もう1枚ぐらい出るといいっすね。はい、いきまーす。まあ、一応、オーリムの SR がもう出ちゃってるんで、まあ、どうだろうな。相当上振れない限りもう1枚っていうのはきついと思うが、いかがでしょう。オリーニョ。こいつそうか、ニシンかなのか。なんか、使われてなさすぎるし、ゲームでも俺全然出会わなかったからさ。
いやまあそういうカード、そういうポケモン多いんだよな、ね、スカーレット・バイオレットシリーズってか、まあ最近あの出たばっか発売して間もないシリーズのポケモンってさ記憶に残りづらいんですよね。なんか対戦ゲームの対戦めっちゃやってるわけでもないし、こっちもそうか、アートレアは箱に3枚ぐらい入ってるんですかね。負けん気足負けもね、ちょっと今はまだこだわりベルトの方が優先されてるイメージありますけど、まあそのうち使われるでしょうというわけで、はい、こんな感じでした。1箱目。はい、次バイオレット EX。 こっちはまあミモザのなんだっけ SR とかスペシャルアートレアとかがまあ一応大当たりっすね、はい、あとは単純にまあパッケージのミライド EX もまあ強い、まあ強いっすね、はい、だっけこの間の CL 宮城でも優勝してたしな、一応まあちょっと診断出ても環境はガラッと変わったと思いますが、まあこっちも10パックずつぐらい開けていきましょう。え、じゃあまずは1/3、ちょっとなんか影になってない、まあまあいいか、とりあえずサポートのなんか縁とかあれっすね、なんかスペシャルアートラの縁が見えたら激アツっすな。ジュペッタもここか、はい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 。ダブル R だと、まあ、ジュペッタ今出たんですけど、あとはなんだっけミライドン EX とかいいかな、なんか SR っぽい縁なんだけど、苦しい苦しい、やめて。まあなんかこんだけ箱あるからさ、だから1個か2個、まあなんか1個か2個どころじゃないかもしれないけど、ちょっとぐらいこういうの覚悟してたけど、急に心臓キュッてなった、ちょっとやめてくれ、怖い、もう開けたくない、もう開けたくない。え、なんか最初にも言ったかもしんないけど、まあなんか今のご時世にこんだけ1回の買い物で1回の会計でこんなに6ボックスもさ買わせてもらえるのって、まあなんかかなりなんか久しぶりな感覚ありますね。あ、そうか、このテラスタルウィンディー X か。今回ってか、まあなんかこのシリーズはあれっすかね、1パック1種類のパックにつき1枚テラスタルポケモン出るみたいな感じなんですかね。現状なんかさ、そのタイプ違いのテラスタルとか出てないじゃん。なんかゲームだとそのテラスタルってタイプ変わるのがまあでかいメリットっていうか目玉だったと思うんだけど、なんか現状そういうのないからさ、まあそのうち多分タイプシフト、なんかこの元々炎タイプだったやつは炎タイプ、水タイプだったやつは水タイプで出ちゃってるじゃん今。だからなんかまあ今後ってか、まあおそらくこれからまあもうちょっと経ったらなんかそのタイプ違い、本来のタイプとは違うテラスタルポケモンとか出るんだろうな。それこそなんか今出てるウィンディと全く同じテキストの違うタイプとかなんか出たりもするんですかね。ポケモンってかまあゲームもそうだと思うんですけど、カードマジでタイプ変わるだけでなんか一気に使いやすさ使いにくさ変わったりしますからね。例えば超タイプになるだけでなんかサーナイトで加速できるようになったりして使いやすさ倍増みたいな感じになったりさ、ギャラドス EX とかなんか超タイプになったら面白そうだけどな。ゴエネとか簡単につくじゃないですか、サーナイト EX とかと組み合わせてたら。なんかやっぱね、そういうテラスタルのタイプ変わるっていうなんか面白い部分をまあどっかで実装してほしいですよね。肌で早いところ、今のところ俺の中のテラスタルってただただあのベンチでダメージ受けないだけのなんかおまけ付きのやつらなんで、いやバイオレットちょっと渋いな、さすがに。じゃあ本命いきますか。スノーハザードじゃなくて、合ってるか、スノーハザードとクレイバースト。まあ一旦なんじゃもチャレンジキープしてスノーハザードの方から開けるか。こっちはこっちでね、グルーシャとかあるんで。いや、グルーシャのスペシャルアートなんか無限に売ってる気がするけど、マジであれイラストいいから欲しいんだよな。いきまーす。なんかパックをちょきちょきしてる時間とかまあいろいろあるけど、今の時点でまあまだ半分終わったか終わってないかぐらいなんですけど、動画の録画時間22分、絶望絶望いたします。あー、いいね、イキリンコ EX。 あとこっちはなんだ、まあパオジャンイキリンコと、あとすごい釣りざおとかもこっちでしたっけ。あれ、なんそうだよな、多分釣りざおパオジアン、イキリンコあたりかな。あと、これもセゴール地味に出たけど、あれか、セグレイブの新から今アートラで出てるんだ。なんか発売した日に開けた時確か出なかった気がするんで、まあいいっすね、釣りざお。釣りざおとか、なんじゃもとかね、ガチで、まあ一人あたり16枚ぐらい持っておきたいんだよな、感覚としては。え、いきまーす。今現状何出てる ?EX にしろか。まあイキリンコ出てるならいいけど、最悪パオジアン出なく、いやー出てほしいな。嘘です。足りてないことを思い出したわ。で、キラブロでちょっと面白い効果はしていて、で、まだ SR が出てない。あ、でもゴチでゼロのラインもアートレア、今回アートレア何種類あるんだろうね。もうなんか、アートレアの、種類とかさ、毎回もう追うの諦めたんですけれど、なんか、めちゃくちゃ種類ありそう。1種類のパックにつけなんか10種類以上はありそうだよな、普通に。えい、まだ来てなくて、釣りゾーン2枚目良くて、つまりこのラスト10パックの中に、この箱の SR の枠が入っているということですね。よっ。まあ、ツイッターとか見てるとね、なんか、なんじゃも SAR 当てたみたいな報告とかたくさん聞きますけど、まあ、言ったらあれって、氷山の一角なわけでさ、まあ、なんか表現は若干違うかもしれないんだけれど、
まあ言ったらあのツイートの裏にはそれの何倍何十倍とまあ爆死している人たちがいるっていうのをね、まあ忘れないでほしいですね。よいしょよいしょいきます。果たして僕は勝者でしょうか、敗北者でしょうか。お、これはポケモンか。どっちだ、どっちだってか、まあなんかパオジアンとかだと嬉しいんだけどな。パオジアン、あとチオンジェンもある。そうそうそう、お前お前、この辺のスペシャルアトラとかだと嬉しいんだけど、なんか光型的に通常 SR っぽいんだよな。どっち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 、やだ負けたくない。ああいいな、パオジアンに強いんだな。パオジアン生きりんこ釣りさん2枚ならまあいかんや、よくねえけど苦しい。あ、欠勤が初めて見たかもしれない。俺確か出てないんですよね、まだ。苦しい、もう1枚、もう1枚欲しい、お願い。ああいいじゃん、すげえ。はいはいはい、いや、きちい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 。はい、スノーハザードの2箱目っすね。まあ一応試行回数こうやって2回用意されてるのがまあ救いだよな。いやでも太っ腹っすよね。なんか大体こういうのってなんかその1ボックスずつぐらいしか買えないと思ってたんですけど、なんか今回はスカバイ1ボックスずつ、スノーバーストじゃない、この診断に関してはまあ2箱ずつご買い求めいただけますって書いてあった。メンタマ飛び出たメール見た時、ええんすかおかみそんなに買わせていただいていいんすか俺って感じになったよね。これからもポケモンカードの大会には、まあ別にこれ目的ってわけじゃないけどさ、出ようと思います。まあ一周回ってさ、逆にこのパックが買えるっていう情報を聞きつけてさ、これからこれ目的で大会に出る人もまあさ、言ってしまうと少なからず、まあ出現すると思うんですよ。まあなんか動機はまあなんか何にせよ、別にそれでさ、ポケモンカードのデッキを組んでまあ大会に出てるんだったら、もうもはやそれ良くねみたいなノリありますよね。もうその人も一ポケモンカードプレイヤーなんで。まあ、ポケモンカードを遊んでる人にこうやってパックが行き渡るんであれば、まあ言ったらさ、なんか最近のこのなんかポケモンカード買えないみたいな、なんか不満というかそういう留飲も下がるみたいなところ一つありますよね。はいはい。オッケー、ポージュこれで多分4枚揃ったかな、ようやく。ああ、やっとだよ。よいしょ。はい、行きます。うん、だいぶ手慣れてきたな。1枚救えてなかったわ。よはい、行きます。中盤かな。11パック目から20パックまで。あ、なんか SR の枠見える。なんかまだ SR っぽいんだけど。やだ、なんかさ、スペシャルアートレアとさ、通常 SR のさ、なんかこの縁がもう、ある程度慣れてくると判別がつくじゃないですけど、なんか、ある程度縁に対してでもうなんか絶望かそうじゃないのか分かってしまうっていうところありますよね。まあ、生きりんこならマシか。まだ。まあ、まだマシか。まだマシか。ってか、今回の段まだ SR2 枚箱に出会ってないんだよな。なんかね、大体、毎回ってことじゃないけど、まあ、時たま見る、そんな全然ないわけじゃないぐらいのイメージなんですけれど、なんか最近出会ってないっすね。いきます。スノーハザードラスト10パックっすね。まあ、SR とかは出ちゃってるんで、ああ、いいね。生きりんこがとりあえず、OK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 、4枚揃うのはいい。まあ、4枚も入れるわけじゃないんですけれど、まあ、4デッキ分揃いましたね、正確に言うと。ヤドキング。ヤドキング EX もは、なんか、パッと見なんか、面白いこと何も書いてないテキストだけど、まあ、多分、なんか全然使われたらうざいんだよ。なんか、ロスバレとかこれ、なんか立ってさ、戦利から殴られるだけで相当うざいと思うんだよな。なんか毎ターン回復弾持ってこられるんですかみたいな感じにはなりそう。はい、こんな感じかな、スノーハザードは。まあ、スノーハザードちょっと厳しめっすね。今日ラストっていうか、まあ、これが、あれですね、本命っすね、クレイバースト。まあ、これで、なんじゃもチャレンジやっていきますか。まあ、スペシャルアトラでも別に普通の SR でもまあどっちでもいい、出てくれればポケモンカード事務局に感謝の気持ちを込めて開封させていただきやす。クレイバーストの方開けていきましょう。パワロ先生は一回サーナイトに入れてみたんですけど、まあなんか悪くなかったっすね。やっぱりね、なんといっても友達手帳で使い回せるのが非常によろしい。中根ちゃんちょっと可愛い、まあ、っていうもうなんか発売した日にさ、まあ、結構開けれたからさ、うん、まあなんか、特に感想もクソもねえんだよな。ああ、そっか、ホルトルス CX とか、あれか、デカンちゃんのスペシャルアトレアも入ってるんですね。いや、今回種類多いな、やっぱね、なんちゃんをぶち抜ける人相当持ってますよ。今と昔、じゃあ俺の始めた時とか、ほんとさ、まあ SR の種類とか、まあそれでも多かったけど、10種類とかはあったけど、まああの時と比べると、なんかその、フルアートの種類が増えすぎてますね。しかもあの時あれじゃない、人は確かまだ20パックの時代だったしな、まあいつの話をしているんでしょうか。言うてたぶん5、6年前の話だぞ。俺もなんかポケモンカード歴で言うと、なんかポケモンカードって多分なんだっけ、20周年とか25周年とかじゃないですか、今。それよりかはまあ全然さ、なんかポケモンカード俺始めてまだ5年ぐらいだから、まあ、ポケモンカード歴で言うとかなり若いんだよな、まだ。最近は自分のことを、まあ、それでもここ2、3年で参入した人の数が多すぎて、自分のことをポケモンカード中年って呼んでるんですが、あ、なんか SR っぽい縁見えるな。ちょっと覚悟するわ。サポート、せめてサポートで頼む。
旦あのなんじゃもなのあのサワロ先生なのっていうドキドキを味わいたいんだよね俺この気持ち分かっていただけますか。どっちどっちどっち、ポケモンか。まずサポートだったら結構いいぞ。おいまだ、いやきちいぜこれ、きちいぜ、やばいやばい。現状見どころさ、あの一番最初の V スターユニバースのリザードンぐらいなんだけど、ちょ頼む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 、もう一チャレンジぐらいさせてくれ。ダメかこれ、ダメかどっちだこれどっちなんだ、ちょ分かんねえんだけど、どっちだどっちだどっちだ、はいはいはい。まあ、この辺のレアのカードはね、意外と EX 以上にレアのカードってね、ほんと揃わないんで、デカヌちゃん、なんちゃもは、まあ2枚出たならいいかな、ありあり。苦しい、きついこのラスト一箱に全生命がかかってる。はい、ほな行きますか、ラスト一箱ラスト一箱か、あーついにここまで来てもうた、よ油断してた。いや6箱も開けれるから、まあ何かしらちょっとぐらいいいの出るやろうって、まあそうそう現実甘くないっていうねことを、なんか日々生活して忘れちゃいそうになるんですけれど、まあそんなに現実甘くないっすね。いやまあまだ言うてこれ一箱あるからね。いやなんか俺もあのサポート SR のドキドキワクワクチャレンジしてんだよあれ。まだ俺今回クレイバースでそれできてないんだよ、やらせてもらってないんだよね。別にさ、あの結果がそのナンジャモとサーロ先生の二択になって、別にサーロ先生でもういいんだよ、あの二択まで行きたいんだよね。そうあの二択まで行かせてほしいんだよね俺を。さどうだこの辺のとりあえずまだないかなーって感じなんですが、はいはいはい、レントの何番って、リキキンなんて後であるんだ。なんじゃもう嬉しくて。リキキンなんか、暫定何も書いてなさそうなテキストだったけど。アートレアも、なんかアートレアのカードって結構まあそこそこ使われるカードな、使われるテキストのやつがアートレアになるのかなと思ってたんだけど、なんかまあ意外とそうでもなさそうっていうね。ああ、いいっすね。オンバインエクサリス。あ、お守りいいじゃないですか。褒めて伸ばしていこうぜ。2、4、6、8。褒めて伸ばしていこうぜ。ちなみに俺、あと、5分ぐらいで家出ないと予定に遅刻するんですけれど、よまあいいか、まあまあ開け終われるか、ちょっとのんきにパック開封楽しんでます今。はい、いきます。はあ、残り20パックになっちまった。どうだ、なんか SR っぽい縁がなんか後ろの方に見えるな。一旦そこまで行きますか。どうだ、ちょっと道中でなんじゃも何枚回収できるかチャレンジみたいなところもある。なんじゃもな箱から上振れると3ぐらい出るんで、まあ3ぐらいあるとねかなりいいっすね。さあどうでしょう、サワロ先生じゃなくて、この辺やな、この辺やな、よいしょ、はあ、よし、どうだ、そろそろサポート来るか、そろそろサポート、あー、なんじゃも3枚はいいぞ、なんじゃもこれ4枚目の金運来てもうてます、もう来てもうてます、